グランドリリウムに所属しております、あのイラストレーター、アートディレクター、デザイナー、マーロと申します。今ミュージシャンのハイファナーとの、まあ、レコードのジャケットだったり、レコードとかの CD のジャケットだったり、あとまあミュージックビデオ の、あのキャラクターのデザインとかですかね、はい。欧州文化首都っていうアートの、フェスティバルをその1年を通してやるみたいな。東京ウィークみたいなことをやってほしいみたいな依頼を受けまして、で、まあ、僕がそこであの会場のアートディレクションを担当させていただきました。僕らがこういいなと思ってることが、そのヨーロッパの人たちは実際こう知らなかったりとか、新しいものだったりすると思うんですよ。でそういうものが僕らにとってこう当たり前のいいものが、遠く離れたヨーロッパの人たちに紹介できたらいいなっていう気持ちでやってますね。割となんか皆さんこう来ていただいた方は初めて見るような感じだったっぽくて、まあ、割といいリアクションというか反応が得られてすごく良かったと思います。まあ、ヨーロッパにとどまらず、アフリカとか、私がアメリカとか、いろんな、まあ、ちょっと世界に向けていろいろできたらいいなとは思ってます。